六角形のこのような入れ物になる折り方の説明をします。この入れ物はこのような形のパーツを6個組み合わせて作ります。パーツの折り方の説明をします。折り紙を白い方を上にしておき、四角に半分に折ります。広げ、折った折り線が縦になるように置き、右下の点がこの線にひっつくように持っていきます。左はそのままこのように折って、点がこの点が線に来るように微調整をしながらきれいに折っていきます。一度広げ、このまま三角に半分に折ります。広げます。今こことここに新たに折り線がつきました。そしてこの辺と最初につけた折り線に合わせてこのように折ります。この時左の頂点の部分がかなり細くなって折りにくいので注意してください。そして、この向きに置きます。そして、この点がこの線上に来るように、左側はここまでです。こういう感じで折ります。越えていかないように、ここまでです。そして、この点がこの線上に来るように、このように折ります。そして、この辺がここの辺に来るように折ります。そして、この折り線に合わせて半分に折ります。そして、この形に置き、この辺とここの辺が合うようにこのように折ります。ギュッと折ってください。そしてこう折ります。この時ここに折り線があるので、だいたいこの点と折り線のところまでがひっつく感じになると思います。こうですね、ここの辺とここの辺が合います。そして、このまま、この辺とここの辺が合うように折ります。この辺とここの線が合うように折ります。折りやすいように向きを手前に変えて、ギュッと折ってください。そして、折った線を反対側にもう一度線をつけます。一度広げて、向こう側へ。折ります。そして、またこの形に戻してください。次は、この辺とこの線が合うように、このように折ります。で、広げて、広げて、この形にしてください。そして、この上の三角を開き、左側の上を伸ばします。そして、これをかぶして戻してください。そして、この辺と、ここの折り線に合わせて折ります。ここと、ここですね。この時、ここの折り筋と、ここの頂点が合うと、出来上がりが綺麗になります。またこの形に戻し、次は、ここを谷折りにして、こう折ってください。
次はここを中割り折りにします。ここに線が入っています。このままこのように折ります。次にこことここに線があるので、これをこのままこちら側に立てるように折って、指でギュッギュッとしてください。ここもギュッギュッと、そうですね。今このような形になってます。ここの線に合わせてこう立てる感じですね。そしてこの形にして、ここの折り線が谷折りになるようにこういう感じで折ります。こうですね。で、この時どこまで折るかというと、ここの点がこの辺まで来るように合わせ、このままギュッ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 と潰してください。ここからここまで一本の線になるように折ります。ここですが、見ますか、これは中へギュッと爪で入れてあげてください。ポコって出てたら、この折った中を割り折りまではいかないんですけど、この中にギュッと入れてあげてください。これですね。これで一つのパーツの完成です。形はこのような、このような形です。直角ではないですね。ちょっと斜めになってます。これパーツの完成です。これを6個作ってください。組み立てていきます。6個パーツを折ったら組み立てていきます。片方ずつ持って、内側は左に持った方を右側に入れます。外側は左の方へ入れます。今で言うと、内側は黄色をピンクの方に入れ、外側はピンクを黄色の方に入れます。これを繰り返します。オレンジを内側黄色い方に入れて差し込み、外側は黄色をオレンジの方に差し込みます。緑をオレンジの方に入れて、外側はオレンジを緑の方に入れます。最後のパーツも一番最初のパーツと内側をと外側を重なるように差し込みます。これが慣れるまでは途中が外れてしまったりして若干ちょっとイラッとすることもあるんですけど、慣れるとちゃんと入っていきます。あとちゃんと折れているとちゃんと入りやすいので、パーツを折るときに丁寧に折ってください。こういう感じですね。ギュッギュッてするといいかも。そして最後に、この下のオレンジ、下の部分のここの線に合わせて、この上を中に折り込んでいきます。黄色を下のオレンジの下へ入れます。ギュッと折ってください。オレンジを緑のこの下に入れ、6個同じように折っていって、これで完成です。
最後までご覧いただきありがとうございました。